こんにちは、れいちゃんねるです。今回は漢字部首、衣編の書き方のレッスンです。衣編、示す編、どっちだっけ書き順はどうだったかな様々な疑問がある衣編。そんな衣編書き方のレッスンをします。今回使うボールペンはゼブラサラサクリップ0.7です。 衣編を、一度衣編を書いてみます。衣編の説明に入ります。まず書き順です。1画目がこちら、2画目がこちら、3画目が下ですね。 で、四角目がこちらで、最終角がここです。まず小さな滑り台のようにずるっと右下にずらして、引っ掛けてから右上に上がっていきます。そして一度止まってから左払いをしていきます。空間が大体いい一緒になるといいですね。書き順は縦に来て、 ひらがなの句を書くような形で引っ掛けてから最後止まっていきます。衣編はそのまま字の通り、衣という字が元で衣になりました。ので、四角目五角目のこれですね、ここ。四角目五角目の形が衣のこの形。 こちらの形がこれとリンクしています。なので、衣編と言います。そこで、示す編はどうだっけという方もいると思うので、ここで少し示す編のお話もしたいと思います。こちらは示す編です。示す編の由来は この形、この示すという字ですね。呼び名の通り、この形が元になり、示す辺になりました。ここですね。ここが、こちらとリンクしています。合わせて覚えてみてください。次に、衣辺のつく字を4文字書いていきます。 文字の説明に移ります。書き順は省略させてもらいます。こちらとこちら大体いい空間が一緒だといいですね。この日の中身も中の空間も一緒だととてもいいです。まっすぐ下に降りてきます。下にポコンポコンと出したいので横線はやや上に2本変えてくる。 書くといいですね。左払いですが、斜め下に行く左払いと、やや丸くなっている左払いの2種類があります。方向を変えて書いてみましょう。そして、最終角はしっかり止まってから払っていきます。この時、大体、高さこ、こちらと1画目とここの高さが一緒だといいです。辺の方を 小さく、振りの方を大きく書いています。こちらも参考にしてください。すいません。チャイムが入ってますが、気にしないでください。続けて字の説明に入ります。空間は一緒です。長さですね。この横線の長さ、大体一緒となってきますので、この縦棒はど真ん中に引いてください。 そして、こちらの左払いも、下に行く左払いと丸くなっていますね。丸くする左払い2種類ありますので、方向を変えてみてください。そうすると、ここが空間が空いていきますので、開けるように書きましょう。基本的には、すべて小さくても、長くても、短くても、横線は右上がりとなっています。こちらも、辺の方を、 小さく、作りの方が大きく書くようにしましょう。うん、はい、次ですね。こちらも書き順は省略させてもらいます。空間をだいたい一緒になるようにしていきましょう。もちろん、この中身の空間もだいたい合わせてくださいね。ここの2本の横線、こちらですが、上に 書いてください。下の空間がとても空いているのがわかりますか長いですね。長く書かれています。下の空間が大きくなるように書いていると字がとても綺麗に見えますので横線2本あります。こちら2本は上に詰めて書くように意識をしてみてください。下の空間が空くように書いてみましょう。 こちらも辺の方が小さく、作りの方が大きく書かれてますね。はい、次です。次も書き順は省略します。空間はだいたい一緒になるといいですね。横線はとにかく長くても短くても横上げをしていきます。中にキュッキュッと 入っていきます。横線は先ほども言ったように上げてきます。この書き終わりですね。この2本、こちらとこちらの書き終わりがだいたい一緒だとかっこよいです。下の空間、ここですね。空間もだいたい一緒だととてもいいですね。一番下は、ここの縦線が一番下になるように書かれるといいと思います。空間はだいたい一緒だとかっこよくなってきます。 ここと、ここの縦線も短めにしてください。下にポコンポコンと出したいので、上に詰めて書いてみましょう。下に出るといいですね。次に、許容の話を、お話をしていきます。はい。許容の字を書きました。まず一つ目。こちらの字、三箇所あります。どこかお分かりでしょうか はい。ここの方向が変わっています。次、こちらが離れています。はい。最後、こちらですね。止まっていますね。止めてください。止めて書いても間違いではありません。次。はい。まず、こちらは2箇所あります。はい。こちらも方向が変わっています。 はい。ここがわかりますかくっついてますね。接しています。接していても間違いではありません。はい。同じ字で。はい。こちらです。ここが止まっています。止めて書いても間違いではありません。はい。次、三文字目です。三文字目は2箇所あります。 まず、一箇所がこちらですね。方向が変わってきてます。あと、もう一箇所わかりますかはい、こちらですね。離れています。離れて書いていても OK です。はい、最後、四文字目。四、あ、五箇所ですね。五箇所あります。こちらの方向が縦になっていることと、離れています。 離れていても OK ですよ。はい、ここ、跳ねています。跳ね、跳ねていても OK。はい、こちらとこちらですね。止まっています。止め。止まっていても間違いではありませんので、許容として覚えてくれると字の幅が増えて楽しくなるかと思います。はい。 今回は漢字部首、衣編のレッスンでした。いかがでしたでしょうか衣編示す編どっちだっけと思う方もいらっしゃるかと思います。これを機会に覚えてくれるととても嬉しいです。それでは漢字部首、衣編のレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。